デイセフォーニュージーランド。Ahmad is a good fighter. I mean, don't get me wrong, he's a tough guy. He's just a typical Japanese fighter who comes to fight. But you know, I've seen his interview. He has an opportunity to knock me out. And like I said before, he's dreaming if he's thinking that. And if he thinks he's going to knock me out, he better bring an axe. どんな試合ですか？まあ緊張感のある殴り合いを、まあ、向こうは殴り合ってきたんですけど、蹴ってくるかもしれないんで、まあ、その辺は一応覚悟して、殴り合ったら負けないです。激戦のジャパングランプリを制覇し、ついに悲願の王者となった天田博美。強豪をひしめく開幕戦メンバーにあっても、ボクシング対決では負ける気がしない。セフォーを KO で下すという武蔵ですら成し得ていない快挙でのファイナル進出を狙う。天田の入場をじっと見つめるセフォーの闘志に火がついた。喧嘩、上等、格の違いをはっきりと見せつけてやる。花のあるファイターとして絶大な人気を誇るセフォー。しかしその花の裏には激しい闘志が隠されている。 K の原点がヘビー級のどつき合いならば堂々と受けて立とう。格闘技一家に生まれた血、ストリートで鳴らした血が騒ぐ。今年こそシュガーフットレイセフォー進化の時が来た。斧を持ってこないと俺には勝てない。この試合打撃戦必至です。ラーファー、はい、さあ打撃戦必至の好カード、ブーメラン復帰か、それとも天田の連打か。レイセフォーが左のローキックを放ちました。お互いに、ね、絶好調同士が入ってた、そうなんですね、非常にあのスピードのレイセフォーですよね、ただあの天野選手もね、あのパンチも回転が早いんで、そうですね、さあどちらのパンチが当たるか。おっと距離を嫌ったのは天田、やはり調子よ。レイセフォーもパンチ、おーとノーガード、ノーガード、ものすごい声援です、ものすごい、そして笑顔です。レイセフォーもいつものね、これを薬ことを考えてほしいですね、はい、舐め切ったような態度をレイセフォーが見せた。そしてグローブをぐるぐるっと回してレイセフォーがパンチを繰り出します。2人とも噛み合うと思うんですよね、天田選手もね、あのパンチは負けないですよ、ノリカさんゾクゾクしますね。いや本当にね、この2人の対決はね、どつき合いというかね、世界レベルの、もう殴り合いを期待してきましたんで、そうですね、はい、さあ天田のパンチがレイセフォーに通じるかどうか。
ここはレイセフォーが左を2つ、そして左のストレートジャブを見せました。さあ山田がボクシング一辺できます、一辺倒。レイセフォーもあえて、それに応えるような左へ突きましたね。一輔さん、はい、レイセフォーもパンチしか出しませんね。いや僕は、ね、いつも思うんですけども、あの格闘家になる前になんかレイセフォーってこうエンターテイナーですよ ね、 本当ですね。沸かせ方を、ね、一番知ってる選手じゃないですか、はい、A1 の中で ね、 ね相手の、ね、得意な土俵であえて戦ってやろうという感じですね。アマダレイセフォーの右よかったですね。右のカウンターが当たりました。レイセフォー、セフォーはどんな相手とでも噛み合うんですよ ね、 ね、さあどちらのパンチが当たるか。浜田博美、 K-1 ジャパンを初めて制して夢の東京ドームへ。浜田も右から左、右のパンチは浜田右です。スナッパー怖いですね。返しません。武道館が動いている。右入った、ね、あっと浜田の動きが少し、少し止まった。やはり噛み合いました。この試合パンチの打ち合いになりました。第1ラウンドです。京子さんどうですか、ご覧になってて。面白いですね、本当にお互いのいいところを出し合って戦っているので、すごくこうハラハラするし、もう何が起こるか分からなくて楽しいですね。ここはしかし左ハイダーとしっかりと天田が返していきました。トランクスには天下統一とあります天田。さあその夢に向けて第2ラウンドです。さあ第2ラウンド、天下統一、人間魚雷と入っています。天田のその思いがセフォーに伝わるか。レイセフォーは、ここは左を出しました。レイセフォー返します。左、この軽そうに見えるパンチが重いんですよね。そうそう、早いですからね。ノーガードレイセフォーかわしていく。一茂さん、はい、このテクニックセフォーすごいですね。これほどの余裕がないとできないと思うんですけど、右のハイテック、はい、あのレイセフォーサイドのセコンドの先ほどのラウンドインターバルのコメントなんですけども、ね、大したやつじゃないから安心していけと、もう終わらせられると、アッパーで終わるはずだと、そう話してました。アッパーですか。いやだからあんまり余裕をね、取ってたら僕は浜田選手穴取れないと思う。そうですよね、最終を、ね、上げてそして絞ってきた、はい、そのあたり、ね、あのインターバル感見ていても何かね、天田はこの挑戦を楽しんでるようなそんな感じの表情にも見えましたね。天田の方もね、さあ天田の体力がどうかということになってきます。レイセフォーが前に出る。さあセフォーはどこで仕留めるか。セコンドは大した相手じゃないと語りました。しかしジャパンを取っています天田。そうね、もう武蔵選手は、ね、毎回僅差の試合やりますし、ようやく取ったジャパンのタイトル。そしてこのグランプリの決勝で武蔵と戦いたいと言っていた天田。さあ特攻隊長の意地があります。ここもノーガードレイセフォー、余裕なのか。右のストレート、観客を沸かせます。レイセフォーはこうやって K-1 の独自を作ってきた。レイセフォー第2ラウンドも余裕の試合運びです。第2ラウンド、ここはよく見切ってますよ ね。いやこうやってスルッとかわしてるんですね。本当神業ですね。のりかさんすごいですね、これでもね。よっぽどの自信と、よっぽどの体力と、本当によっぽどの、ね、技がないとこれできないですし、ね、ここまでですね、セフォー選手に言われたらですね、天田選手この3ラウンド目ね、思いっきりいって、あのセフォー選手を本気にしてもらいたいですね。ね、本当ですね。京子さん叩き潰してほしいですね。そうですね、そういう姿も見てみたいですね。
さあ第3ラウンドファイナルラウンドに入ります。ファイナルしに行ってほしいです ね, ね、倒しに行ってほしい山田。山田選手はね、もう本当に負けても、本当に失うものないと思いますから。そうですね、どんどん行ってほしいですよね。失うものがある瀬方がこれですからね、そして安瀬瀬方の、あ、これ挑発に、さあ山田これをどう捉えるか。ペース取られないことですね。そうですね、全然気にせずガンガン自分のスタイルで行ってほしいですね。アンチの打ち合い、我が人生に蹴りなし。さあまだ日本のボクシングミドル級チャンピオンともスパーリングを行ってきました。今年に入って5戦5勝の天田博美です。ちょっと冷静も疲れてきたと。そうですね、背後も少し動きが止まってきました。全く負ける気がしないと言っていた天田です。まだチャンス、あ、果敢でね、右の腕だけでカバーしていますレイセフォーです。もともとね、レースもサモア系ですから打たれてるんですよね。膝を返しました、まだサモア系という意味ではね、本当に打たれ強いんです、打たれ強いんですね、はい、K1 で最も倒しきることが難しい男、はい、バタンで倒れたと思ったことないですね、レースがね、レースは本当に倒れる場合はいつも足ですよ、ローキックで崩れていくっていうのは。そうなんですね、パンチでバッタリと倒れたことはレースの方はありません。天田博美、パンチで倒せるか、動きが止めて、あーっと、ここはハイキックを見つけている、あー、そして観客に手を振っている、なんというパフォーマンス、1対1の戦いの舞台で、どんな余裕を出せるんでしょうか。さあ、ブーメラン、右、右を出しました、レイセフォー、しかし、ちょっと疲れてきましたね。そうですね、逆にレイセフォーはパフォーマンス取ることで、自分に力入れますよね。なるほど、一茂さん、セフォーの方も倒しきるまではいけませんかね。そうですね、いや天田選手はよく応戦してますよね、はい、左のミドル天田博美、両者疲れたか。パフォーマンスほど余裕はないですよ。なるほど、ないと思います、ね、そうしますと天田にも十分まだチャンスがあります。さあ天田、夢の東京ドームへ。あー、よかった、セフォーの方へ、右のハイキック、しかしパンチを3つ、天田延長か、それともこの3ラウンドの判定で決するか。そうですね、まあ、若干セフォー選手かなっていう、ただポイントまでいくかどうか分かんないですね、はい、その辺ジャッジはどう見るんでしょうか。こういうところも最後きちんと当てますからね、はい、第2世代の最先鋒とも言われますレイセフォーです。そして今年ようやくジャパングランプリを制した天田博美、6度目の東京ドームか、それとも初の東京ドームか。ジャッジの評価30対28赤レイセフォー、2ポイントつきましたレイセフォー。ジャッジの評価です30対29赤レイセフォー。そして東京ドーム、夢の舞台だと話していた天田、しかしレイセフォーに、まあ、その関門を破ることはできませんでした。東京ドームで戦うのが俺の夢、決勝戦の舞台に立ってみたい、あと一つ勝てばいけるんだ、そう話していた天田博美、しかしレイセフォーの壁に阻まれました。なんでファイナルラウンドもらったの。勝ったと思ったんですけど、間違って白コーナーに帰っちゃったよ。あれ誰もいねえよと思って。あ、ほんとあれ白コーナーですか。